はい、セカンドです。セカンドです。なんだよ、どうした？髪を切りました。それは君は不運でいいんだよ、別に。いや別にこれあくまでみんなへの報告だから。あ、そうなの？いやいや、だって髪切ったってさ、うん、言いたいじゃん。じゃあ携帯触ってていい？それはなし。なんだよ。さすがにそれはなし。なんだよ、分かったよ、はいはい。はい。髪を切った新しい髪型がこちらでーす。ババーン。ツッコミ待ちなんだけど今。いや、いいっすもん。いやいや、顔映ってねえよっていう。いや、いいです、いいです。いや、いいです。ひでえ、あいつ。あいつひでえんだけど、みんな。いや、いいです。ババーン。久々にちょっと短くなりました。こんにちは。切りました？本当に。切りましたよ。いや、だいぶピットだろ、こことか。後ろがね。前からこんなんじゃなかったっけ？いやいやいや、まあまあ、まあ、前からこんなんですけどね。前、このぐらいの時は結構あったから、まあその時にちょっと戻ったよぐらい。刈り上げ棒にしたんだ。ここ刈り上がってますね、ちょっと。なんていうのそれ、ツーブロックって言うのそれ。インツーブロックになってるよ、ここは。へー、うん。で、本当はもうちょっと明るくする予定だったのよ。俺は言ってたじゃん、俺セカンドで。うん、明るくしてくるわって言ったのに、そんな明るくなってないっていう。なんで、なんで。難しいんだね、だから美容院っていうのは。今日はどこで来たの？今回はマーシーさんじゃないのよ。マーシーさんちょっとあの忙しいみたいでお願いできなかったから、普通に久々に、うん、あの1000円カット、いや1000円カット俺行ったことない行ったことない1000円カット、うん、あの普通の美容院、うん、予約して行った、大変だねあれ。何が？やっぱ久々に探したわけよ。引っ越してから、うん、俺ずっとマーシーさんお願いしてたから、うん、その久々にその美容院を探したわけよ、うん、大変だね。何が大変なんだよ。もう探すのだけど多分2時間ぐらいかかってる。いや、かかりすぎじゃね。いや、マジで。いや、ここにし、違う、僕はあのホットペッパービューティーを使ってたんですよ、当時、うんうん、で、前住んでたとこはそれですごい良かったの、うん、で、そこずっと通ってて、で、あとマジでたまにお願いしたりみたいな感じだったんだけど、うんうん、まあ今回この引っ越してから初、うん、で、岩を探さなきゃ新しいとこってなって、うんうん、探してたわけよ、うん、そのいろいろなお店をね、うん、でまあメンズいけるとか、うん、カット、カラーとかでチェックで一応調べられるので、液も絞って、うん、これやっぱ使いやすいなと思ってたんだけど、うんうん、なんか俺が引っ越した先の風習なのか、うん、要は俺はあの新規、うん、カットプラスカラーいくら、うん、みたいなのじゃん普通、いやそれやりたいんだったら、うん、フォトペーパービューティーで割引使えるから、新規だからね、そうだいぶ安いからそれでやるじゃん、うん、で、あ、このお店いいや、ここにしよう。で、見たの、そのクーポン欄、うん、カットプラスなんちゃらうんちゃらエレメンチュサンチャラカラー、カットプラスエレガンスなんちゃらかんちゃらカラー、カットプラスなんちゃらかんちゃら、普通のカラーはないのねえ。次のお店、あ、ここいいや、ここいいや、やってみました、うん、なんちゃらかんちゃらカットプラスエンチャラかんちゃらエンドラカラー、なんちゃらカットプラス、もうなんちゃらかんちゃらかんちゃら、何あれ難しいの、だからそのカラー、いや、カットプラスカラーでいいやんっていう。で、なんだろう、ないのよ。なんとか。わかんないよ、だから。どこも、うん、俺がいいって思った店、大抵それなの。で、カットプラスカラーがあったと思ったら、なんかそこ1万5000円とか、うん、クーポン使ってよ。あ、使ってよ。エレガンスだなと思って。それがエレガンスじゃん。それがエレガンスじゃねえかと思って。なんでなんでって。で、なんか、グルーミーな、外国人風カラーとか。わからんから、そんなのは。もう何にも分かんないから。でどうしたっけ、結局分かんないから、うん、その普通のカットカラー、普通のカットカラーが一応あったんだけど、うん、あのあん、うん、ここなんかちょっと不安だなってところ、うん、とりあえず行っちゃったの。あ、行っちゃった。行っちゃったの。やっちゃった。超いい。いいのかよ。いいのかよ。最高だ。いや、このぐらいこうしてくださいに本当こうしてくれて。なんだよ。なんで逆に不安だったんだよそれ。いやなんかね、いや分かんない。なんか他のあそこもいやあったのクーポンが。カットプラスエンチャラエンチャラカラー、うん、カットプラスエンチャラエンチャラカラー、うん、でカットプラスカラー、うん、なんかね控えめななんちゃらカラーだった気がするんだよね。カットプラスカラーじゃなかったんだよ確か。なんとかカラー、そうそうそう、なんかなんつうんだろうな、カラ、うん、なんかよくわかんない、ブリーチプラスとかもだから分かんないから、うんうん、ブリーチって多分色抜くわけじゃん、うん、ブリーチまでしなくていいだろうって思ったから、うん、でなんかいろいろそこもあったのこうやって、うん、だから結局もう3個あって選ぶじゃなくてもう10何個あってのを選んだだったから、うん、合ってるかな俺合ってるか、そんな選択肢ってあるのいっぱい、いや見てみ、ほんとびっくりするよ、多くね、もうね、いや分かりづらいって思った俺、
久々にその美容院探したけど、こんなに今分かりづらいのっていう。でなんでなんかプラストリートメントとかついちゃうし、それは女性はいいけどさ、俺別にトリートメントそんなにいいかなと思って、もうカットプラスカラーがないの。たまたまかもしれない、俺が選んだ店がたまたまほぼそうだったかもしれないし、でなんちゃらカラーにしちゃって、いやお客さんそれちょっとあれですねって言われるのもなんか嫌じゃん。行って、いやいや強引に行けばいいじゃん。で行って、それで、あこれじゃクーポン使えないんで、じゃあ結局1万5000円ですみたいになっちゃうからもったいないと思って。なんじゃそれ、それやばいじゃん。それいくら安くなるの、そのじゃあその先。いやもう全部が全部覚えてないけど。うん、結局いくらだったの？その普通。いや俺が言ったのに、7000ちょいだ。普通使わないと？使って。使わないとじゃあもっとするの？うん、すると思う。多分するんじゃないかな。だからその正規の値段はもう俺もうめんどくさいから見たらもう分かんない。いや騙されてる。多分7000だよ。そんなことない、ね、7000で7500円は騙されてる。なんか上がってる金額。あいやもうちょっと、ね、大変だね。いちいちそんなんでいくんだ。いや俺はだから損じゃん。いや、うん、あんのにそれ選んでいったら3000円ぐらい安くなるわけじゃん普通、うんうんうん、絶対これの方がいいって思って当時やってたから、それで、うん、それで前に住んでたとこもそれで決めてたから、うん、クーポンね。そうそうそう、ホットペッパーパーね、ホットペッパービューティーね、うん、ひどい、ホットペッパーね、ひどすぎるそれは。あんま使わないからさ。君はどこ行くの？ん、近く。めちゃくちゃ面白い。どこ行くの？近く。近く。いや、ランクから転々としたのね。近く。カットシャンプーだけでいいから、俺はもう。転々として安いところを探し歩いてたの。うん、練り歩いて、で、あ、一個いいなってところだったんですけど、そこはもうとにかく混んでるんですよ、常に。あ、はい、はい。電話予約してもなんか取れないから、めんどく、俺予約嫌いだから、基本。予約しないで行くの？当日行きたい、ぶっ込みたいって。うわ、タッチ悪い。いやいやいや、タッチ悪い。いや、あの、いや、向こうからしたらタッチ悪いよ。だから予約が結構そこは必要だから、もうそこはやめたの。安かったんだけど、ちょっと外したの。で、もう一個行ってたところがあったんだけど、そこ潰れちゃったのね。いや、なんか、いや、潰れてって、それ結構ダメじゃん。なんか裏路地で分かりづらいからかなんかしないけど、潰れちゃったのね。それ潰れるわな。で、もう一箇所、ちょっと、まぁ、あ、ちょっと値段500円ぐらい上がるけど、うん、ああ、でもいい場所も普通のところにあるし、で、しかもかつ飛び込み営業で行けるタイプだから。まあまあまあ、だから空いてる。むしろそういうところだったの。いや、空いてるじゃなくて、むしろそういう店だったもん。何タッチパネルで来て、ピッピッってやって、ご購入待ちですとか、そういうタイプの店なの。あー、なるほどね。もう大もうむしろ電話予約がないですって店だったの。そんな店あんの？じゃあいいやつ、安いしいいやつでそこにしてる。で、そこもなんかね、探して見つけたんだな、それ。アウトペーパービューティー。多分それだと思う。うんうんうん、で、新規でいくらあるって。でも次からもいくらあって。あー、あるよね。次回クーポンみたいな、ね。で、男性でカットシャンプーで2500円。安っ毎回。安っそう、だから。で、本当は多分3000円なんだけど、それを見せると500円引きになります。マジっすかって思う。え、マジっすかって。500円ってどんだけ喜んでる。要するにそんなに、そんお、でもその前潰れちゃった店は2000円で両方できたんですよ、カットした。あ、安いじゃん。でも潰れちゃったんだ。いや、それ潰れるよな。で、1個前の電話やかしてカットは1500円。安いじゃん。で、シャンプー乗っけても2000円なんです。そっちは常に混んでる、電話しなきゃ。だからもうやめた。別にそこでピッピッピッって、それオートメーバービューティーで予約するより楽じゃん。いやでもだるい、予約はだるいだ。なんで予約だるい？予約はちょっと嫌いなタイプ。何それ予約。やっぱ予約って結構だるいじゃん。いやだるいよ。なるべく、あ、今日当日で、あ、今日全部一日多分こういう感じのスケジュールで空いてそうだから行こう、がいいのよ。いやまあそれはわかる、めちゃくちゃわかる。前もって時間を抑えって結構だるいじゃないですか。だるいね。特にそういう系、まあこういうのはいいんですよ、撮影がとかね、仕事でとかだったらいいんだけど、なんかそういうただのね、髪切るだけになんか時間を奪われたくないなっていう。すげえ、すげえ、なんかおしゃれゼロの人が言うセリフだよ。髪切るだけに時間奪われたくない。おしゃれに興味ゼロの人だよお前。そう、暴言で下手したら、もうファッション業界の人からしたら暴言で。いやでも分かると思うんですよ。だからその探すのも手間じゃん。いやまあそれは本当手間だった。今回仮にアプリでこういうにどこへ行けよっていうアプリやったらすげえ楽だと思うんですよ。こういうとこに行けよ、うん、もう何自分だけ言って、うん、こういう感じの店パンって言えば、うん、こういうところに行ってくれって言われたらもう行くじゃん。ああもう俺もそれでいい。なんかそういうで金額このぐらいって言ったらもうこういうところに行くよ、パン一回出たらもう行くみたいな。わかるわかる。そういうのとかが楽なわけですよ。もう2時間も探したの。アホみたいに。ほんとあの実は日分けて2時間だよ。1時間1時間いやいや最初の心折れてもう何もないじゃん。まだまだグローミーやんちゃらグレーカラーとか分かんないよそんなの。なんでこの行く前に選ばなきゃいけないの。いやめんどくせえ。いや本当にそれは大変だよ。ここにしようって思ったとか全部そうだと思う。いややだねやっぱ。そうで、あと俺前の経験上あの大きいお店屋なんだよ。
要はなんかとりあえず「よろしくお願いします」みたいなその偉い長身の細身のお兄さんみたいな、はい、あ多分この人店長というかディレクターみたいな人だな、はいはいはい、じゃあ今日こういう感じで行きますんで、はい、はい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 まあ、確かにね結局待たせられるってめっちゃ結局だその、はいはいはい、あ入る時間をずっと待つ、ね、待つってで結局ただの、うん、あの、ね、こういうすごい長くなるからだから俺あんま大きいお店屋なんだ、うん、全部した一人で完結してほしいよ、ね、そうそうだからあの俺結構もうちっちゃいとこ選んでっていう、うん、そのなんかそういうのもあったから、うん、確かにそっちの方がいい気がするよ時代に合ってるよね今のそっちのね一、うんうん、人で最後まで完結してくれた方が仲良くなれるじゃん、うん、まあそうだね、まあ、人によってはだから引き出せた方が絶対いいよ、ね、絶対そっちの方がいいと思うんだよね確かにわかるわだでも俺が行くところも確かシャンプーも全部やってくれるなもう長いあそう、うん、そうだ俺もこ今回のとこはそうで、うん、あめっちゃいいわと思って楽だよね楽うん確かにですぐ終わるし、ね、40分ぐらい終わるしねまあカットだけでそうか、うん、バッバッと、うん、バッバッと混んでる時もあるからねだから平日基本行くのああまあ土日は行かないなもう激混みだったもん2時間3時間待ちだからもうえそんな待つの、うんもうカフェ行ってやったよだから待つからああ2時間っすかで今メールが来るシステムがあるんでとか言うから、うん、ああそうなんですねえ飛び込みで行って2時間待つの、うん、結果2時間お前使っとるやんいやだからカフェ行くのあそういうことカフェ行って別の仕事とかで来るじゃんだからまあいいかなっていうあそれはいいんだそれはいい結果でも2時間後予約じゃんそれってああその時はねでもいいじゃん別にそれでそれはいいんだそれはいいんだ、それはいいんだ事前に時間を抑えてくってのが嫌なのよあそうまあそれも事前に抑えるのって入んないんだそれは入んないその君のルールがちょっとわからん一個また乗っかってる美容院の話じゃなくてなんかそれは君の独自ルールが当日の予約はいいんだ当日の予約じゃないもん予約いや2時間ってもう予約やんだから20分ならわかる、うん、30分もわかる、うん、1時間もギリわかる2はもう予約だだからもう外行くんだよそしたらカフェ行ってきますってうん、でそれってお家からさ電話してさ、うんうん、あじゃあ2時間後に行けばいいんだいやなんかね楽じゃんいやそれは嫌なんだよだから何が違う余白が欲しいっていう何が違うのせっかくなら、うん、ちょっと歩いていくわけだから、うん、駅前の方までね、うん、でちょっと他の要件もなんか一緒に合わせられたらいいねっていうあ買い物とかってこと買い物をするだけで喫茶店に行くとか、うん、普段行かないからカフェに行くとか、うん気分が変わるからねそういうのとかもこう抱き合わせでねああまあそういうルールがある1個の予定で行きたくないっていうのがもう俺の持論なわけ1個の予定だけで出るってのが絶対なの基本予定詰め詰めもんじゃん冷たいの本当にだから今日も撮影だけだったら来ないからねこの後会議があるから来たわけいやいや撮影だけでも来いよ会議があるからこう合わせたわけもう絶対1個だったら嫌なのほんとにもうルール乗っかってんじゃんこれはもうだからそういう、ね、人間なのよ1個だけのために来るってのが嫌なんだよね。ああそう。あ、その1個が5時間とか6時間だったらいいよ。うん、この1個がたった30分。絶対嫌だ。わからん。別にそれでも出ればいいじゃん。いや、そうそう、絶対嫌だもん。出ればいいじゃん。もったいないので、ね、時間がね、そうなると。だったら家でぼーっとしてたいねっていう。いや、その時間もったいなくない。何なんだよ、もう。いや、そっちの方がいいなって思うわけですよ。ね、はい、はい。ちょっと1個だけちょっとあったわ。うんその美容院の時にさ、うん、お仕事はってなるじゃん平日昼間行くから、うん、どうしてる基本は聞かれないようにしてたの聞かれないようにしてる、うん、あんまり喋んないから俺行ってはいって黙りこくるっていうああそうですねっていう怖いや怖あんま喋んない俺一回聞かれたけど面倒くさいからネット関連ですって言ったやっぱそうだよね、うん、いや俺もそういや俺は全然あの喋るの好きだから、うん喋っちゃうんだ、うん、でもう子供の話とか超したいからいやでもねそれはね美容師さんは難しいねそればっかりは言うか悩むよね YouTuber ですってみんな言わなくていい俺昔一回だけ言ったんだけどな、うん、でもそれ昔だったからだって美容師さん友達じゃねえから難しいよ、ね、なんかね面倒くさいな話すのとかだからまあなんかこうもうちょっと共通のねあれとかが一番本当はいいんだけどそれこそマーシーさん、ね、マーシーさんにいつもお願いするのすごくねそういう人が一人いた方が本当はいいよね情報交換できるしそうそうそうすごいいいじゃんそれっていや俺も全然話したいんだけど、うん、
なんか後々広まっちゃったらちょっと怖いなって。広まるのもそうだし、大して中身ねえから話の、そういう時大抵大抵ひでえこと言ってる。大抵ねえから中身、自分で話してもってこと、うん、だから俺言わないようにしてる。基本的にないんですよ、そう、ないもう嫌な経験しかないから、そういうので。あ、そうやって話してってことね、うん、もちろんいい人はいるのは知ってるよ。全員が全員そうじゃないってのは知ってるから。いや、見てくれる人ですよ、もちろん。もちろんもちろん、はい、それは知ってるから。でも大抵外れるんですよ、僕行くと。うん、行かないってことあるの？いや、ないよ。だからもう話してそっちの話はしない。まあ別の昔の仕事とかだよ。あ、はいはい、大抵外れるから、もう黙ろう、黙ろう。すげえトラウマあるやつじゃん。だお仕事の話は聞かないでくれって。黙る。仕事何されてるんですか？それどうすんの？知ってないっす。それ破壊力やばいわ。いいよね。してないっすってやつがって黙ってるでしょ。怖っ。いや、してねえのにすげえ声になるそれ。って言わないけど。まあでもね、なんかまあまあ喋ってくれるなら自分の話してほしいね、俺は逆に。ああ、美容師さんのね、うん、自分の話。いや、それも向こうからしたら難しいでしょ。だってあんまりグイグイ言ってもさ、あれだろうな、うん、だから、そっちの方が聞きやすいよね。俺はどっちかってそっちの方が好き。人の話を聞く方が好きだから、はい、聞かれた方が困るのよ。俺、自分のこと嫌いだから話すの、あんまり。知らないやつの話したいけど、俺してないっすって話。仕事はしてないっすって。めちゃくちゃ面白い。自分の話はあんまりこうしたくないタイプだから、はい、隠したいタイプだから、どっちかっていうと、はい、そう、相手の情報は聞きたい。でもとは思う。一旦喋ってほしいね、美容師さんには自分のことを。チビできるといいよ。え？そっちの話に全部逃げれる。仕事の話になるじゃん、うん、最初だから、その行った店も、うん、あ、今日平日お休みなんですかって言うとから、うん、あ、まあ実はお家でやってて、うん、あ、お家やってるんですか、自営業の方なんですか、あ、そうなんですよって言って、うん、まあでもちょっと最近忙しくて、そう、子供生まれたんで、でもそっちに。え、子供おめでとうございますみたいな、その話しかしない。そっからなんで分かんないけど、そもそも気ぃ使わなきゃいけないわけってなるじゃん。もう俺それ嫌いなのよ。なんでなんで、なんで美容師さんに俺が気ぃ使わなきゃいけないんだろうって思っちゃう。やばいな。そう、やばいな。いや、別にいい人はいい人だからいいんだけど、うん、なんで俺が気ぃ使う、まあ、意味わかんない。やば、怖、この人。全国の美容師さんが一番やりたくない。そうそう、多分だから嫌なタイプだから。嫌なタイプだから、もうそこは、はい、いいんですよって。じゃあなんかあれあればいいのよね、話したいレベルみたいな、この星みたいな。あ、それいいね、あの、ね、カフェのメニューみたいな置いといてくれる。そうそう、もうそれはいいかもしれない。カットとか今日のメニュープラスどのぐらいの会話量希望ですかは、それめっちゃいいじゃん。あれさ、導入してる店なんでないんだろうって俺思ってた。あ、それ流行るよ。そう、人によっては、うん、ね、今日は お静かにとかね。そうそうそう、いいじゃん、それすごいじゃん。話したい、あ、じゃあ今日ちょっと静かにしますんでって言われた方が、お互いなんかね、もう、そうそう、合意の上で、そう、今日はよろしくお願いしますって。そうそう、もうスーパープロの技術を提供してくれる、こっちは黙って困ってるで、いいじゃん、すごいじゃん。まあ、ただあれだけは喋るよ、でもさすがに。いや、髪型のね、うん、そのあれはフォローアップ、あれ、それもメニューしてほしいよね、だから。さすがに無理だよ、さすがに。会話ゼロでバーンってなった瞬間、全然違うってなるかもしれない。これじゃないってなったら終わりだから。それコミュニケーション絶対必要だけど、まあでもいいね、最低限それはあります。メニュー表いいじゃん、すごいじゃん、会話のメニュー表。俺これ、あ、めっちゃいいじゃんそれ。俺起業家になろう。なった方がいいよそれ。やった方がいいよそれ。いろんな店舗で導入できるんじゃない、会話が必要な店は、ね、チェーン店とかって特にね、うん、人に。だ、俺は全然、俺みたいなやつは、うん、いいんだよ、別に話すの好きだから、うん、でこういうヤバヤバ仕事してないって嘘つきおじさんがにとってはすごいいいサービスだよ、ね、いいサービス。逆にだから、あの、美容師さんの仕事についてって書いてたらすぐ、それすぐやる、聞いてみたいから。あ、ないね。あ、会話内容も注文できるんだ。それいいよ。美容師さんの仕事についてっていう話だったらもうすごい聞いてみたい。話を聞く、話したい、うん、話を聞きたい。そう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 、それは欲しい。こっちの情報は別に聞かれたくないだろうっていう。で、美容師さんの情報はすごい聞いてみたいっていうのがあるから、うん、そういうメニュー表を作ってくれたらね。いや、でもこれから俺そういう時代になってくると思う、より。うん、いいんじゃない、それは、うん、流行りそうじゃん、まあ、コミュニケーションの時代になるからね。それだ。じゃあ美容室作ろう。使う方はぜひ連絡を。アイディアリオだよ。アイディアリオ。こんな YouTube に全ただだだ流ししてんの。くせ。はい、はい、というわけで髪を切ってきました、はい。これからこの髪型でよろしく。今日はここまで。おしまい。